はい、よろしくお願いします。まあ、こんなこともあろうかと行きのバスの中で適当にプレゼンを作っていたわけです。で、私、ここ DBCLS と同じ情報システム研究機構の中にあります国立遺伝学研究所というところの生命情報 DDBJ 研究センターというところ に、大量遺伝情報研究室という部屋を持っております、中村と申します。まずはご収穫おめでとうございます。本日は誠におめでたい席に、臨席させていただきます。一応このようなお祝いの品を持ってまいりましたので、後ほどありがとうございます。で、自己紹介で、中村康和ってググれば何か出てきますので、本日は DDBJ の方から来ました。で、DDBJ は DNA データバンクオブジャパンという、組織でして、DNA ドロップボックスオブジャパンでも何でもいいんですが、DDBJ でググっていただきますと、こんなページが出てきます。で、DDBJ 遺伝研は静岡県三島市にありまして、東京から小玉で小1時間行きますと、この伊豆半島の付け根ら辺にこんな形であると、のどかな場所にございます。で、DDBJ は何をやってるかっていうと、塩基配列データバンクというのをやってます。で、塩基配列データバンクっていうのは何かっていうと、全世界で解読された塩基配列の情報を査定して受け入れると、ただ貯めとけばいいってもんじゃなくて、ちゃんとメタデータがちゃんとしてるかみたいな査定をして受け入れて、でデータベースに蓄積して公開して共有すると、こういう仕事をやっています。で、現在の塩基配列データの量は、これ DDBJ だけじゃなくてですね、全世界に3つ拠点がありまして、 DDBJ エンブルジェンバンクの、INSDC というやつの、まとまりを作ってますが、これのデータベースのクロスを見ると、塩基数で1400億塩基で、登録数で、の単位で見ますと 1.5 億のデータが溜まっているという状況にあります。で、今ちょっと言っちゃいましたけど、これは国際塩基配列データベースの一員で、インターナショナルニュークレオタイドシーケンスデータバックコラボレーション INSDC という組織の中の、一つになっています。で、アメリカは皆さんご存知ジェンバンクというやつで、で欧州が、ヨーロピアニュークレオタイドアーカイブ ENA というのをやってます。で、日本は DDBJ というのをやっていまして、3つの拠点でコラボレーションしてまして、それぞれアメリカなりどこなり、どこでもいいんですけど、ジェンバンクに登録された塩基配列は、数日中に DDBJ にも入りますし、エンブルバンクにも入ると。で、DDBJ に登録されたものは、アメリカにも欧州にも送られるという形で、それぞれ受け取ったデータを共有してコラボレーションをしています。で、このよくある悪の組織の後ろに貼ってあるようなですね、こういう世界地図にこう EBI があって DDBJ があって NCBI みたいなものがあって、世界三極というようなことを申しますけれども、偉そうに申しますけれども、例えば日本の、DDBJ がある CIB ですね、生命情報学センター、生命情報研究センターというところを見ますと、塩基配列データベースの DDBJ があって、次世代の生、新型シーケンサーの NGS の生データを収める DRA っていうのがあって、あとはエクスプレッションとかのデータベースとしてサイベスクスっていうのがあったりします。で、これこの間マシンが吹っ飛んじゃって今止まってるんですけれども、で、米国の NCBI、カウンターパートの NCBI 見ますと、ジェンバンクはユニオンウェバーズ SRA ですね、あと GEO があったり、パブメドがあったり、レフチックがあったり、 DBGAP があったり、なんだかんだすごいいろんなサービスがある。で、皆さん大好きなブラストの開発なんかもここでやってるわけです。で、欧州の EBI を見ますと、ENA があって、で ERA ですね、欧州版の SRA があって、アレエクスプレスがあって、ユニプロットがあって、インタープロがあって、アンサンブルがある、なんやかんや。で、これをこう三極みたいなこう肩を並べているように見えるんですが、こう見てみると、しょぼーんっていう感じがするわけですね。で、DDBJ と DBCLS は、DDBJ は遺伝研の中にあって、さらにその根っこを見ますと、情報システム研究機構にあります。で、DBCLS も、情報システム研究機構の中にある仲間という感じなんですね。で、DBCLS と DDBJ ってすごく何か対照的な機関でして、 DBCLS はちっちゃいし、期限付きの組織である。で、DDBJ は大きいし、2、30年やってて、一応安定している。
で、まあ、ここはバツで、あ、これはバツじゃねえや、ここはいいところですねつけようと思ったんですが間違えました、すみません、ここ丸々バスですね、はい、リビシェルツはまあ生物系の、まあ、あの何ですかね、スタッフみたいなのはまあどちらかというと少数であると。リビジェはまあ生物系の人が多数いて、まあ、これは丸のつもりだったんですが、で、リビシェルツはまあコードが書ける人がすごくいっぱいいる、これはいいね。で、DDBJ はまあコードをかける人は少数で、まあ、これはダメだねという感じですね。で、開発のプロセスなんかを見ますと、 DBCS はもうあの若い統合牧場の人みたいな人たちがアジャイルな開発力でガンガンやってると。で、 DDBJ はまあ昔からの鈍重なる仕様書をまず作ってよく検討してから開発しましょうねみたいな状況にあるわけです、まあ、これはバッテン。で、 DBCS はまあ新しい人、まあまあ、組織としても新しいし、若者が多数いる。でこれはまあいいところもあれば悪いところもある。若者がいるから、まあ、非常に活発にいろんなことができるけども、新しいから、まあ、蓄積がないというところもあります。で、 DDBJ は、まあ、古いで、古いからあの、まあ、悪いってだけじゃなくて、まあ、いろんな蓄積があったりする。で、あと、まあ、年寄りが多数いる。で、年寄りが多数いるというのは、まあ、悪いことでもだけでもなくて、年寄りの機能というのは、まあ、でかい金取ってきたりとかですね、あの中でかいがや喧嘩があったらまあまあみたいなことをやって収めることができたり、調整能力があったりする、まあないやつもいますけど、まあというのもあって、まあまあこれはそれぞれいいとこ悪いとこありますわと。で、DBCS は計算機資源が限定されてますが、DDBJ は一応スーパーコンピューターみたいなのがあって、まあこれは遺伝系のスーパーコンピューターなんですけど、やたらでかいものがあります。で、だからだからっていうかですね、このでかい計算機資源についてちょっとご紹介しますと、若い皆さんご興味があるかもしれませんが、2012年の3月だから、ついこの間、稼働し始めました。で、まだあのいろいろ入れてたり調整してたりして、提供できる状態ないんですが、まあ、もうすぐあの公開しますので、大学共同利用機関ですから皆さんに公開しますので、ぜひ使い倒してやってください。で、新ノードとして、まあ、これ新メディアムファットとして、まあ、あのどちらかメモリが薄いやつ、割と積んでるやつ、めちゃくちゃ積んでるやつっていうふうになってまして、新ノードでも、まあ、1つのノードに64ギガのメモリを乗っけた、最新 CPU のものが700ノードになりまして、メディアム、まあ、中くらいのもの、まあ、これ微生物とか あのアセンブルに一番いいタイプですけど、2テラぐらいの2テラのメモリが乗ったものが初期に2個入って、後期に2個追加されます。で、FAT っていうのは、これはあの SGI の UV っていう共有メモリ型のマシンで、メインメモリが10テラ乗ってるというアホみたいなマシンがありまして、で、昨日あの10テラ全部使ってちょっと急にぶち込んでバカみたいなことやってるんですが、まあ、これすごくあのデノボのアセンブルにものすごくあの有用なシステムです。で、ディスクとしては、ラスターですね、まあ、早いハードディスクのものが初期に2ペタで、後期に5ペタ入ります。で、メイドというあの省電力型の、回ってない時にスピンダウンしちゃって、省電力しちゃうようなタイプのものが、3ペタで、後期に2年後に 2.5 ペタ追加されます。で、まあ、こんな感じであのかなり使えるスーパーコンピューターが入ってきてます。だからこの辺はあのぜひ使っていただけると嬉しいんじゃないかなと思います。だから、まあ、あのいいとこ悪いとこをこう相互に保管したらいいんじゃねっていう気がしますね。で、まあ、相互に保管したら、まあ、おお、なんか神の予感気がしますよね。もうなんかもう若いやつもいるわ、年寄りもいるわ、計算資源があるわ、開発はできるわみたいな感じです。で、まあいろいろ一緒にやろうぜというふうに思います。で、まあ、あの DDBJ、DBCLS だけじゃなくて、まあ、僕ら大学共同利用機関ですから、ぜひいろいろ一緒に、それぞれいいとこを補ってやったらいいんじゃないのという気がします。ご清聴ありがとうございました。ただ実際にこう研究をしていて、ウェットもドライも両方とも扱って、でそれで研究をしていく、っていう人材が本当にまだまだ日本の中で少ないということが思っていて、はい、でそれで先ほど中村さんがこうおっしゃっていたように、あの DBI、MCBI、DDBJ と3局がある中で日本がまだ弱い状況にあるっていうことをおっしゃっていたんですけど、まず一つの質問は、どうしてそれがあの、まあ、日本の中でもいろいろな開発をしてきている中で、どういうところが特に弱いのかっていうことと、どういう人材を育てていったらいいのかっていうことを考
考えられているのかということをもしお聞かせいただければと思います。うんうんうん、そうですね、日本の開発している人たちっていうのも確かにいるんですよね。で、開発して割と、まあ、学会発表なんかで、まあ、こんなにパフォーマンスがいいよみたいなこともよく聞く。だけどでもそれが使われるに至ってない感じがしますよね。で、一つの大きなセンター、例えばまあ DDBJ がそういうところ、あ、 DDBJ あるいは NBDC がそういう開発されたものをきちんと運用に乗せて改良を続けて長年維持する、提供するということができれば状況は変わるとは思うんですけれども、そういうものの連携が全然取れていないという状況はあると思います。で、割とその新しいアルゴリズムを作る人たちって作りっぱなしなところがあって、よし作った、で、性能いいぞってなるとそれを維持し続けない人たちが結構いたりなんかして、そういう理由で、なんとなく廃れてしまうとか使われなくなってしまうみたいなツールが結構あるんじゃないかなという気がしますね。あとデータベースに関して言うと、レフシックとか、アンサンブルみたいなものに対応するものが日本にないっていうのは、これはもう何て言うんですかね、今までの開発で、データベースを用意する側の、ちょっと失敗的なところもあるとは思うんですよ。で、今から同じものを作ってもしょうがないので、じゃあ日本が作れるものは何なんだろうなみたいなことをちゃんと考えていかなきゃいけないと思うんですね。で、僕は個人的に最近ちょっと印象というか、なんとなくぼやっと考えているのは、もはや NGS がどんどん軽量化してきまして、例えば最近発表のあったナノコアみたいなのを使うと USB でこう使い捨てのシーケンサーみたいなのも出てくる状況になって、データベースをただデータじゃないな塩基配列データをただ貯めておくっていうのはもはや終わりに近づいてきたのかなというふうな気がしています。ですから、いろんなデータが出てくる、現場でデータがどんどん取れるようになってくると、必要なものはきれいなリファレンスときれいなアノテーションがないと比べることができない。で、そういうものをきちんと用意していかなきゃいけない。だけど、例えばヒューマンとか大きなモデル生物みたいなのはアメリカが体力があるからガンガンやっちゃうかもしれないので、じゃあ僕らはニッチとして、僕らができることは何かなみたいなことで、岡本君と一緒にやってるのは、微生物の分野なんかの、きれいなデータセットというようなデータセットを比べるのに便利なデータセットを作ろうかなみたいなことを考えています。そういう何ですかね、僕らももうあんまり若くはないんだけど、40代ぐらいの人たちが考えてちゃんとやってきたことを継続的にできるような状況に、NBDC の下で DBCLS なり DDBJ なりがちゃんと連携取ってできるようになれば状況は変わってくるのかなという気がします。で、もう一つはその、人材ですよね。で、人材は僕も、遺伝研に移る前はその、東大の柏の新領域の情報生命の専攻で客員を何年かやってたりもしたんですけれども、計算機ができて本当に優秀な人たちはそこを出て、楽天なりヤフーなりに就職しちゃうで、確かに障害賃金考えたら下手すると倍ぐらいアカデミアに残るのとは違ったりしますし、で、大きい IT 系の会社に行くと割と自由に開発させてくれたりしますから、バイオ系の IT 土方になるよりはずっと幸せになれそうな気がするし、僕らもそれを引き止める、あまり積極的に引き止めることができないという残念な状況にありますね。で、僕らができることっていうのはやっぱりあんまり、もしかしたら儲からないかもしれないけど、安定性もないかもしれないけれども、バイオとかサイエンスってこんなに面白いんだぜっていうことを言って、で、それで、残ってくれる人たちとなるべく楽しくやるということぐらいしかないのかなと思います。で、ここの RA さんだと結構分かってくれると思うんだけど、こういう仕事ってとっても楽しいし、で、今までだとどうしても IT 土方として実験系のラボの片隅でやってた感じになると思うんだけど、こういう人たちがたくさん出てくればまた状況が変わって、楽しくやってる人たちっていうのが目に見える形になってくると嬉しいなと思